ホーミーズ。午前9時体育館に背の順並び歩いてった。天井に挟まったボールなんか気になっちゃうし、2分後に君が来た。オーラを放ち歩いてきた。始まるは全校集会、早終われと願って。辛い街で倒れないように精一杯だった。生徒指導の説教、屁をこいた終わった。校長話長すぎるって当然、今日もだるすぎんだ。退屈割りケツがいて何度も腰を浮かせたよ。校歌斉唱の時だって声すらろくに出さんかった。という回数を君と二人で数えてた。調整気がつけばいつだって好きな子いるか探している。後輩のクラスとか先輩のクラスとか、ふとしたら担任がずっと俺見てる。始まるは説教タイム、この集会が終わると一組から先に帰れるの。マジずるすぎる、休め時をつけよ。繰り返すのなぜだよ。集会時間伸びたって休み時間が減らされんだ。遅刻には厳しいのにそこに関してはいいのかよ。めでたいこととわかってるが表彰タイム長すぎる。以下同文何人目、ケツの筋肉つりかけてる。超ぜえ、はすで20分経ってるぜ。伝えたいことを過ぎた。拍手の最後の一人を目指したたかった僕は気づいてるよ。周りの皆もざわつくよ。校長マイク入ってないよ。よほど暇な時なら頭で妄想しようか。ここで突然テロ起きたらどこ逃げよう。全校集会終わったって学年集会があるんです。他に何かある先生5人くらい手を挙げた。ここでお腹の痛みだ。トイレに行くのはずすぎる。今というこんな時俺は一人も耐えてる。3点だけ話しますってしゃあないから聞いてやるって散々話した後にこれが1点目です。絶望ならないかな、学級閉鎖。たとえインフルになろうとも暇という超地獄、休めること願ってる。超ぜえ、はぁあぁあぁイエイ。話長すぎるって当然、今日もだるすぎんだ。退屈割りケツがいて何度も腰を浮かせたよ。